からになります。僕はいつも通りナルト、サスケ、サクラなんですけども、はい、石橋さんは何を使われるんですか？私はですね、もちろんガイ、ガイそしてカカシ、ロックリーの格好してるのになぜかガイっていう、はい、確かに年齢的にはガイの方が近いかもしれないですね。そうですか。ガイ今回ですね、はい、新しい要素として、あ、なるほど、はい、覚醒すると八門遁甲の陣になるという考え進めていきたいと思います。お、始まりました。早速行くってばよ。お、ほら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 、お、といきなり奥義が積極的に奥義を狙っていってますね。リーダーチェンジ、お、前回のリーダーチェンジ使いこなしてますね。覚えたばっかりですからね。キャラクターを切り替えながら、コンボの途中でも切り替えられますからね。サスケとガイの戦いが、周り身からコンボがつながってますね。気持ちいい。おお、かっこいい。私も反撃の、おっと、危ない。本当に強くなってます。空中コンボ決まってますね。修行の成果出てますね。なかなか一進一退の攻防という感じですけども、あ、わー、また決めちゃいました。これもっと気が付いたらガイの体力全然ないですよ。3発ですか、これ。ちょっと弱いな、これ。あっと、1本目、まあ、正直予想外の展開になってますけれども、ちょっと、はい、お願いします。え、こんなに強くなってる、ちょっと気合を入れ直して、え、本気を出してくれるってことですね。わー、あれ、何もできない、がこれさ、あれこれもしかしてさっきと泳がされてた。さっきと全然違う。ダイナミックエントリー決まって、格段に動きがこんな動きできるんですね、このゲーム。僕も今ちょっとびっくりしてますけれども、攻撃当たんなくなっちゃったんですけど、あれコンボの途中にキャラクター切り替えて何もできてない。あれ、もうサスケ体力残り少ないですよ、これ。え、あれ何もできてないんですよ。あっという間だったんですけれども、はい、大丈夫ですか。まあ教えたことを思い出していただいて、ね、奥義を当てたりが、まあ、こっちの方が見てる方も楽しんでくれるから。あれ何もできない。偽プレイじゃないですよね。ガチプレイですよね、これ。おー、決めたー。気持ちいい。どうですか、これ意外とやばいと思う。そう、あれ、どんどんコンボがつながってますね。昔からガイに、あれカウンター、どうなんですか、これ。前線してます。動き出してくれてるんですよね、これ。いや、大丈夫です。浅田さん、まだ負けてます。いけ、あー、怖い、なんか、おー、すごい、迫力が、これを見せたかったですね。本作から、入りました。あー、すごい、やばい、何もできない。一回一回のダメージがでかい。おー、なんだこれ。おー、空気の、あ、早い、動きがとんでもなく早い。何もできなかった。あれ、浅田さん、修行、まあ、修行ですからね。あっという間でしたね。いや、強かったです。ストームゲージをマックスに、はい、しないといけないんですかね。どんどんリーダーチェンジしていって、ストームゲージを貯めていってください。ただこっちはストームゲージを貯めるためにリーダーチェンジするとえらいことになる。さあ、助けたいガイの戦いになってますけれども、あれ、ちょっと浅田さん調子がいいんじゃないですか。これハディいらなかったんじゃないですか。いやどうしても、ああ、ためさす、ためられない。はい、おー、すごい、今がチャンス。やばい、変わりっぱなを止めなければ。今回のリーダーチェンジすぐチェンジできるっていうメリットがですね、今回のこのハディで一切ないです。本当はこうやってコンボの途中でチェンジ。おお、今このつながらない、難しい。おお、どうだ、まず、ちょっとこちらの隙というか、とんでもない提案の隙をついてですね、流れてきてますけど、
お、あ、あ、はい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 、いやいやいや、これ、これ大リーダーチェンジが、あ、かばっちゃった、かばっちゃったなんだこれ、まずいこれはあれ、いや、やばいですね、このハンスリーは。お、お、ついに来た。あ、ちょっと、あれ、あれ連携が、あれちょっと早かったですね、ちょっと早かったですね。石橋さん、こちらも覚醒です。覚醒ですよね。いっちゃいます。ああ、こっちはちゃんと連携覚醒しましたよ。こっちも嫌いじゃガイデン、学校にガード、あれあれあれ、やっぱ時間が遅くなる、時間が、はい、時間があれ遅くなるっていう技ですね。あ、結局ま、あ、やべえ、まだあ、しかも、もう体力が残り少ない。あこれは、腕よりなんか作戦で勝ってる気がしますけど、これが本当に修行として正しいんでしょうか。勝てばいいんですよ、これはやばい、あー、よしよし、攻めときです。リーダーチェンジしてくださいよ、これ。いや確かに本当はリーダーチェンジをしないといけないゲームなんですけれども、企画リーダーチェンジ、ちょっとかっこいいのにな。じゃあやります、リーダーチェンジ見せちゃいますよ。見たいな、リーダーチェンジ。コンボのおっとっと、コンボの途中でチェンジ。コンボの途中でチェンジは、じゃあ今回も本当はそれがすごく有効なんですけど、今回は、ね、まあ、全然、お、決まったー。これをやりたかったんだ、俺は。かっこいい。迫力がすごいですよ。もう絶対勝つでしょ、俺が。ほら、あ、やばい。いける。覚醒は一発逆転のためにはすごく有効な要素なんで。確かに、ある意味修行の成果が出てるじゃないか。怖いんで。あ、チャンス。いや、負けてるじゃないですか、今。攻められてるじゃないですか。よし。あ、やばい。やばい。こちらなんですよ。ちょっと、大人げない。自分の成果を。ああ、何もできない。勝ちました。連携覚醒したのに。よくぞここまで粘った。まあ、こずれこと考える罰ですね、これは。せっかくハンデもらったのに。